夜間学校の照明。1660年照明とは、照明は、光や影や闇を利用して、空間のイメージを演出する、照らされる人のイメージを演出したり強調する、夜間や暗所で文字を読むため、など様々な目的で行われる。ランプ、アーク灯、白熱電球、蛍光灯、LED など、多種多様な照明器具が発する光によるものを指す。 カーテンやブラインドによって外交を遮ったり、照明器具によって発せられる光の強さや方向を調節することを調光という。講義には自然光の利用も含めて照明と呼ぶ。良い照明というのは場面ごとに異なるが、おおむね適切な照度、適度な明るさの対比、適切な色彩、見る人の視野に明るすぎる光源が入らないこと。 見る人の視野の中に不愉快な反射がないこと、などの条件が挙げられる。照明を行う場所によって、屋外照明、屋内照明、施設照明、店舗照明、舞台照明、水中照明などと分類することがある。また、照明を行う目的によって、作業照明、展示照明、ムード照明、防犯照明、景観照明などと分類することもある。 照明をデザインする職業としては照明デザイナーがある。ヌーボーラ・ルース・イーラストラ、トーム4のエイ・クラージの記事の図解。戦士時代から近現代に至る照明の歴史の図。1、戦士時代2から3、古代エジプト4の五アッシリア6の13、古代ローマ。焚き火、大松など。大松からろうそくへの歴史的な進化や工夫がわかる図。四から七あたりが、 いわゆる植物素材の松明のバリエーション。8から14あたりが松明からろうそくへの過渡期の試行錯誤。15からはろうそくの仲間。ろうそくは古代にも一応は存在はしたが、実際にはほとんど使われておらず、ヨーロッパで広まり使用する人が増えたのはあくまで中世以降のことである。ろうそくというのは一本一本作るのにかなりの手間がかかるので、 職人の老賃が加算されるわけで値段が高くなりがちで利用者から見ると明かりをともす単位時間あたりの費用がオイルランプに比べて相当に高くなりがちである。引き続き屋外では松明、屋内ではオイルランプなどヨーロッパでは中世あたりからろうそくも普及した。日本では野外では例えば松明、庭園では灯籠、町賃は庭園でも玄関でも 屋外を移動するときでも使われた。屋内では、アンド鈍ンやろうそくなど。アンドンは和紙が貼ってある照明具であるが、その照明としての核心部分は極めて単純であり、小皿を用意して植物油を入れ皿の縁などを使って、芯の端を湯面から少しだけ持ち上がるように配置して、そこに明かりを灯す、というものであり、極めて単純で扱いやすいものだった。ただし、 安どは和紙を張ってある木枠なので、ちょっとした不手際で火災が起きてしまった。江戸時代には何度も町を焼き尽くす大火が発生したが、その中には安ど使用時の不手際の類いが原因だったと記録に残っているものがある。光原と作業面との関係で次の三つに分類される。また、作業面と室内の他の部分との関係で次の三つに分類される。他に、 バックライトと呼び、透過式のメーターや液晶ディスプレイのように、空間を明るくするのではない使い方もある。日本では高照度の照明が好まれ、近年の日本では7割の地域で夜間にほとんど、星空が見えない、という事態に追い込まれている。日本の伝統的な照明の光と夜桜の、イルミネーション博物館や美術館の展示室で行われる照明を、展示照明という、 展示照明では、明るさの均一さ、グレアの低減、炎色性、紫外線や赤外線の除去による展示品の劣化の防止などが行われる。展示品が光で劣化しやすい場合は、展示室全体の照度を極端に落とし、薄暗くする場合もある。ステージ照明スポーツ施設のナイター照明など、旧から屋敷のシャンデリアとステンドグラススポットライト、日本など近年は、 白熱電球及び蛍光灯より消費電力が少なく活長寿命でランプ交換も不要な LED 照明が急速に普及している。こうしたことから照明器具メーカー各社は従来型照明器具の生産を大幅縮小して LED 器具への移行を進めており中でも照明器具国内シェアトップのパナソニックは業界の先陣を切って蛍光灯及び 白熱電球を用いる一般住宅向け従来型照明器具生産は2015年度限りで終了し今後は LED へ完全移行する旨を公式発表した。こうした脱傾向等の動きは今後国内他社にも広がる可能性がある。なお、白熱電球生産は2012年度をもって国内メーカー全社が完全終了した。 また、インターネットの発達により、IoT を活用して、スマートフォンやスマートスピーカーで、照明の明るさや色を操作することも可能になっている。映画撮影の照明グルメ番組撮影の、照明照明に関する短編映画が、1960年代、および1970年代に一本ずつ、制作されている。このうち、1960年代に制作されたのは、 光の技術と題された約18分間の短編映画で松下電気産業の企画のもと、東京シネマにより1961年に制作されている。当映画作品では、光源となる白熱電球や蛍光灯の製造過程を克明に追うとともに、ろうそくから電球そして蛍光灯に至る光源自体の進化のステップを追いかけ、 さらに新たな光源を追求すべく研究開発の歩みを進める姿も捉えている。なお、当映画作品を企画した松下、つまり現在のパナソニックは、猿2012年10月末日をもって、白熱電球の製造を終了している。他方、1970年代に制作されたのは、明かりと題された約30分間の短編映画で、科学技術庁の企画のもと、 ヨネプロダクションにより1976年に制作されている。この映画では日本における照明の歴史を辿ることにほぼ終始した内容となっているが、弥生時代に発祥したとされる霧もみ式発火法や古事記にも記録として残る火打ち石を使った発火法について実演を交えて紹介したり、アスカ時代の仏教伝来ともにもたらされた、 灯籠から始まり室内用灯台、アンドン、石油ランプという風に現代に至るまでに進化していった照明具の紹介も実物などを交えてなされたりしている。以上、照明に関連した2本の短編映画は現在、いずれも科学映像館ウェブサイト内において無料公開されている。ありがとうございます。